おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日はトップスクロームの 2022NPB ベースボールカードを1ボックス開けたいと思います。ということでですね、まあね、狙うはルーキーのこの鵜飼選手のカードですね。でこれパラレルになってますね。はい、こちらをのねクロームを当てていきたいと思います。それではスタートです。パック数が多いので前半後半でやっていきたいと思います。はい、あ、こんな感じなんですね。はい、こんなになってます。それでは行きましょう。どうしようかな、何パックかな。4、6、8、9、10、11、12、12、12、12でいきましょう。じゃあ前半はこの12パックです。それではスタートね。クロームですからね。まあね、ヤクルトのねレアもね、色付きもね欲しいですけどね。はい、まずは今井投手ですね。はい、お、ビッグボス、いいですね。はい、ちょっとじゃあこうして、次は、あ、清水捕手ですね、日本ハム。そしてこれがアクアですね、森選手ですかね。アクアだと思うんですけどね。199枚限定ですね。森選手はね、オリックスに行くことが決定しましたね。ということでね、ライオンズの最後のユニフォームのカードになってしまいますね。はい、で、ヤクルトの丸山選手のルーキーカードが出ましたね。はい、で次が福田選手で、原監督で、オリックスの宗選手ですね。綺麗ですね、やっぱクロームはね。まあね、鵜飼選手を狙っていきたいんですが、はい、島内選手で、東浜選手で、中村選手で、お、リフラクターはマルテ選手か。はい、ちょっとね光り方が違うのがリフラクターになってますね。はい、1パック4枚入りです。はい、鵜飼選手出てきましたね。これはいいっすね。はい、清宮選手で、大山選手で、お、こちらも森選手ですね。森箱ですね。はい、最後のねライオンズの、はい、ユニフォームです。牧選手ですね。で、オスナ選手、野村選手で、これインサートっぽいですね。お、お、ヤクルトの丸山選手だ。これは嬉しいな。これ嬉しいな。ルーキーですね。はい、嬉しいです。はい、で次行きましょうね。これは竹安選手か。お、やっとカープが出てきました。栗選手で、お、増田選手で、リフは近藤選手もね、今ね、はい、話題になってますね。あ、みんな移籍しちゃうんだね。でまさかね、京田選手がまたトレードに。中日は本当にショートとかセカンドとかいないんじゃないかなと思うんですけどね。
小深田選手、お、菅野選手ですね。お、で、梅野選手ね、残留して、パープルは、広岡選手か。あ、紫。日キュッキュですね。はい。はい、次行きましょう。楽しいですね、やっぱクロムはね。宮崎選手。お、やっと出てきた塩見選手。で、源田選手で、あ、青ですね。お、カープだ。森下選手いいんじゃないですか？人気の選手。はい。よいしょ。はい。モイネロ選手。お、藤岡選手。で、トング選手ですね。で、なんか光ってますが、はい、杉浦選手のリフラクターですかね。結構、日本ハムのリフラクターがよく出ますね。お、やっと出た。小川選手。で、ルーキー出ましたね。木村選手ですね。こちらもルーキー、桐敷投手。で、これはなんだ？あ、これ、これ、ヤクルト当てたいんだけどな。インサートです。誰だろう。大野雄大選手。はい。グリーンですね。はい。あと2パックです。はい。ルーキーの隅田投手ですね。で、ドラゴンズの藤島選手ですね。で、吉川選手、巨人。で、インサートですね。真っ赤の炎ですね。ん？お、戸郷選手か。戸郷選手ですね。インサート出ました。はい。じゃあ、前半ラストになります。はい、銀次選手ですね。ベテランですね。荻野選手。お、また近藤選手出ましたね。最後は、リフラクターで岩崎投手でしたね。はい、こんな感じです。前半、リフラクター4枚ですね。で、色付きリフが3枚でした。こんな感じですね。はい。はい、以上になります。無事ね、鵜飼選手のルーキーカードが出てくれたんで、嬉しかったです。では、後半に続きますので、ご覧ください。ありがとうございました。